シノノン、愛しているぜ。ハッピースクール。わあ、まだ付き合うとかそういうラブコメ展開のところ入ってないのにね。もう愛してるぜって言っちゃったけど。まあ、将来的に言うことになるから、今のうちに練習しとって損はないよな。うん。というわけで今回は、前回帰ってしまったんで、嵐で中止になってしまったけど、ちゃんと様子が気になるってことでね。俺はね、委員長のことが大好きなんでね。大好きな委員長のルートにさ、偶然にもね、最初に入るという、もう完全に俺と委員長のね、間には赤い糸で結ばれてるんだなーって感じがしますけどね。俺の足は体育館へと向かっていた。おそらく今の委員長には何を言っても無駄で、俺の言葉も決して届かないだろう。だけど、どうしても放っておけなかった。体育館ではやはり委員長が一人で作業をしていた。やあ委員長、相変わらず頑張ってるな。俺に気づくと委員長は作業を止めずに視線だけこっちに向けて不機嫌そうに言う。部外者は作業の邪魔だって言ったでしょ。きついな委員長。今の俺が何をできるか、そんなことは分かりはしない。だけど委員長のために何かしてやりたかった。例えば肩揉んだりしてあげたりね、使えそうだからな。そのね、大きい胸だったら肩とか使えそうだもんな。凝りそうだもんな。こんなにも辛くなで一生懸命で素直じゃない委員長に、だから俺は部外者じゃないさ。おう。え？俺は委員長の持っているライトを手に取って言う。このライトそこの上につけるんだろ。ええ。ちょっと高崎くん、何を。今から俺は夏祭り臨時実行委員高崎和人ってことで、それならここにいてもおかしくないだろ。そっか、別にシンプルな話だったんじゃ。自分が実行委員として働けば部外者じゃない、ただそれだけだったんじゃ。高崎くん。委員長は一瞬驚いたような表情を浮かべる。そう、ただ手伝えばよかった。結構シンプルな話だったな。でもそのすぐ後、呆れたような苦笑するような表情で言う。もう高崎くんはしょうがないわね。私は別に一人でもできるんだけどね。勝手になさい。でも笑顔じゃないですか。本当に素直じゃないんだからな委員長は。でも好き。俺も心の中で苦笑しつつ、委員長の手伝いを開始する。こうして2人だけの新生夏祭り実行委員会が結成されたのだった。いいじゃないですか、青春じゃないですか。めっちゃ綺麗になったな。なんかすごい綺麗になったな。外はすでに夕暮れ時だけど、体育館の中はまだまだ蒸し暑い。俺は汗を拭いつつ床にブルーシートを転がす。つなぎ目をガムテープで固定してと。まだ半分くらい足りないぞブルーシート。後で倉庫に探しに行きましょう。それより高崎くん、こっちのカーテン固定するの手伝ってちょうだい。わあ、二人っきりの共同作業ですね。将来的にウェディングケーキの前でやるだろうから、今のうちに練習しといた方がいいぞ。俺はカーテンの端を持つ。しかし委員長、このカーテンすでに固定されてるぞ。あれ？え？そんなはずないでしょ。さっきまでヒラヒラしてて。あれで？あら？あらら？おかしいわ。本当ね。あれれ？おかしいぞ。おい、コナン出てくるぞ。コナン出てくるぞ、お前。委員長、見間違えるなんて疲れてんじゃないのか？少し休んだらどうだ？そうだ、肩揉んでやろうか？もしかしたら肩に置いていた手がもしかしたら胸のところに来るかもしれんけどな。委員長はさっきからずっと作業をし続けてて全然休んでいない。相当疲れてるに違いないから心で休んでほしいと思うのだが、やばいな残業続きのサラリーマンみたいな感じになってる社畜やな、社畜おっぱいやな。別に疲れてないわ、まだまだ私は大丈夫よ。ほんまにか、この調子だ。とても素直に休んでくれそうにない。
どうしたものか。次はあの上の窓のカーテンね。そう言うと委員長は端のはしごに手をかける。ああ委員長、俺が行くよ。俺は委員長を制しては制してはしごを登る。委員長に休む気がないならせめて俺が動いて少しでも負担を減るしかない。そろそろ上に着くところまで登った時、ふとはしごを登っていたはずの足が宙を切る。気づいた時には手遅れだった。カッソー！俺は一直線に下へと落ちていった。ああいいっすねいい絵ですねこれは。ああすごい、委員長が俺の顔を眺めてくれてる。目を開けると委員長の顔。高崎くん大丈夫？委員長、どこか痛いところある？ああ、そういえば俺はあの端っこから足を滑らせて怒っちゃんだだな。足首と右脇腹かな。頭は？脳震盪を起こしてたら大変よ。いや頭は大丈夫、なんとか空中で体の向きを変えて着地できたみたいだ体操選手みたいなことやってるな。平行感覚いいんだよ。高崎くん、なんだか猫みたい。じゃあ俺のことを普段の猫みたいにさ、にゃマフーってさ抱きしめてくれよ。それは否定しない。しかしさっきから後頭部を包み込むようなこの柔らかい感覚はもしや、おっぱいクッションですか？おっぱいクッションなんですかこれは？あ、膝枕。あ、そっちか。あ、そっちか。でもさ、完全にさ、これ、ね、胸を強調してるような胸の膨らみがよくわかるようなイラストだからな、これ下の方さ。俺は思わず身を起こそうとするが、それを委員長に制される。ダメよ、まだ寝てないと。え、でも、あの、委員長、せめて太ももよりもおっぱいでお願いします。委員長の膝枕は破壊力抜群すぎて。いいからもう少し寝てなさい、委員長命令よ。あ、しゃあないですね、それは委員長命令だった、しゃあないですね。委員長は少し冗談めかしてそう言う。委員長命令には逆らえないな。ははははは。俺思わず俺もそんな委員長より笑ってしまった。痛い、笑うと腹筋に響いて脇腹痛い。あらら、大丈夫？もうちょっと休めば大丈夫。あ、多分。その、無理しないでしっかり休みなさいよ。おいお前、それを言葉、そっくりお前に返してやるからな、お前。おい、アンさん、あんたの後頭部、ブーメラン刺さってますぜ。了解、しっかり休ませてもらうよ。それから俺たちは言葉通りに委員長の膝枕を思う存分満喫したのだった羨ましい、羨ましいわ。二人きりでよかったな。俺ら以外に他の人がおったらさ、なんかすごい気まずい感じになるからな。そして次の日、サンデー。あらら、来たな。バッドエンドの方にもあった嵐、来たな。You are my soul, so いつもすぐそばにある。そっちじゃねえわ。今日は朝から嵐だった。部屋の窓が暴風雨に打たれて外れそうなほどにきしんでいる。こんな日に外に出るのは危険だろう。わあ、やべえ、出かけないの方を選んでしまい痛そうになってくる。俺がいるぜ。けどね、出かけないを選んだらね、中止になっちゃうだろうなって思うんでね、出かけますわ。頑張るわ。なぜかはわからない。だけど、なんとなく予感がした。だから俺は、嵐の中、家を飛び出した。もちろん、行く先は、施錠のされていない裏門から入り、体育館へと走る。体育館の入り口の南京錠は開いている。
俺は扉を開けて中に入る。するとそこには院長がいた。やはりか、高崎くん。おい、こんな嵐の仲間でやりに来るとは。お前ブラック企業もいいとこやぞ。お前、いや、やっぱり来てたんだな。ええ、ちょっと心配で。そんな心配してるシノノのことが俺は心配でした。この体育館は結構電気が入っている。そのため窓などの立て付けも悪くなり、隙間風が入ってくることもあるのだ。今までできた舞台のセットが風で壊れてないかと心配になったのか。よし、じゃあ手分けして様子を見てこようぜ。ええ。これで二人、人手が二人に増えとるけん、どうにか立て直せるって感じかな。いや、多分それだけじゃ足らんかな。どうせメガネボーイも帰ってきてくれるんだろうとか、そういう期待がある。俺ははしごを登って、上の窓もカーテンも確かめる。2、3箇所隙間風で吹き飛ばされている箇所を直して補強する。そしてガムテープで隙間を塞ぐ。よし、これでひとまず大丈夫だ。俺は下へと戻る。すると委員長もすでに戻ってきていた。こっちの処置は終わった。委員長の方は？ええ、こっちも少し処置した場所はあったけど大したことなかったわ。よかったよかった。あ、割と被害なかったんか、嵐は。そうか、よかった。安堵感から俺はその場に座り込む。委員長も作業用の踏み台に腰掛ける。でもなんか嫌な予感しかしないような感じの嵐の音を聞かせるね、君。俺も委員長もバタバタして疲れたためか、しばらく何も言わずにそのまま座っていた。大学館の中ではただ激しい雨が屋根を叩く音だけが響いていた。わあ、こういう時に天気の子がおったらなって思うよね。わあ、でもムードがいい。 BGM 流れてきたわ。あー、これは勝てるわ。これは勝つしかないわ俺。委員長しか勝たんの状態やな。そんな中、ポツリと委員長が言う。こんな雨の日には思い出すわね。え？あれはまだ私が小学生だった頃に。おや？遠い目をして委員長が語り始めた。私の住んでいる里山地区は田舎の農村でね、住民の私が言うのもなんだけどね、畑以外に本当に何もないところなのよ。確かに里山地区は山に囲まれていて、面積がやたらと広い地区である。そしてその多くが農業系に利用されている土地だという。でも年に一度この辺りで一番大きなお祭りが行われるのよ。大きいと言ってもたかが知れてるけどね。うん、里山の奉納祭、確かにこの辺りでは最も大きな祭りである。そういえば俺も小さい頃見てみたいと思ってたっけ。お祭りの日が近づくと、その日を指折り数えて、あれ？あれれ？楽しみにしていた記憶はあるんだけど、実際にお祭りを見た記憶はないぞ。どうしてだろう？これはあれだろう。前にも見たな、この展開のやつ。視聴者の方には朝しだろう。この灰色の空が何か引っかかるんだけど、まあいいか。だけど、私はそれが楽しみだった。その時期が近づくとお天気を気にして軒下にてるてる坊主なんか吊るしてね。わかるわかる。布団に入った後も考えすぎてなかなか寝つけなかったりしてな。ええ、まさしくそんな感じだったわ。本当に楽しみだったから。懐かしむような楽しげな雰囲気で話す委員長。だけどあの年のお祭りはちょっと残念だったわ。とっても楽しみにしていたのに嵐で中止になってしまったんだもの。ちょうど今日みたいな日ね。私は諦めきれずに神社まで行ったのよ。こんな雨の中でにね。笑っちゃうでしょ。いや、文章途中で切れとるからな。笑っちゃうぐらいまでししかないけんな。えらい長文で話し始めたな。らしくないな。雨の音、土の匂い、そして始まらずに終わったお祭り。俺は外を見やる。空、灰色の空。
そこは一面泥水のように濁った運転の空、心まで濁ってしまいそうな灰色。そんな濁った空が注ぐ濁った雨音、濁った音が俺の耳から頭の中に響き渡り、俺の思考を濁らせる。頭の中の濁りは次第にそこに吹きたまり、ある記憶を浮かび上がらせてくる。俺はこの灰色の空のことを知っている。おい、ようやく聞き始めてか、ようやく聞き始めてましたか。そうだ、知っているんだ。全ての答えは俺の記憶の中にある。ある日の夢、一人の少女にまつわる記憶。あれは確かに本当のことだ。いや、その気持ちはわかるぞ。そう、わかるんだ。ありがとう。それでね、露店を急いで畳む人たちにお祭りの中止を聞いて残念だったわ。それでどうしても諦めきれずに神社の縁の下で雨宿りして待ってたんだろう。おお、思い出してきた。雨が止んだらお祭りが始まるに違いない、そう信じて。だけど雨は止まなくて、人々は一人また一人と境内を去っていって。どうしてそこまでわかるの？それはね、僕がストーカーだからだよ。わかるさ、わかるんだ。だってちょうど俺にも似たような経験があってな、やはり縁の下で雨宿りしてやり過ごしたらしいんだ。てかバッタリ合ってるからね君たち。いや、そろそろ気づけよ。なんだその目は。俺だってお祭りに憧れる純粋な少年時代があったんだぞ。そういえば雨宿りしてた時に同世代ぐらいの男の子がつぶ濡れになってきてたわね。どうしたの？いや、やっぱりあの世代の子供はどいつもこいつも考えることが一緒なんだなって思うとちょっとおかしくてな。お前らだよ、お前らだよ、そろそろ気づけよ。そうね、お前らだよ。俺たちは顔を見合わせて笑い合う。いつしか気づけば雨音は止んでいた。俺は立ち上がる。なるほど、委員長の夏祭りに対する思い入れの深さが分かったぜ。過去にこういう中止になって寂しかったという話があったからこそ、今回は自分のやりたいようにやりたいって、そういう気持ちがあるんやな。私どこかであの夏のお祭りを引きずってるのかもね。だろうな。さあ、そろそろ作業を再開しようか。今度こそ夏祭りができるようにな。ええ、最高の夏祭りをね。あの日の取り返し。こうして俺たちは心持ちを心機一転、夏祭り実現に向けて進み出すのだった。あんまり嵐でさ、被害受けんかったよな。てか何日にスタートな、その、祭りは。何日やるんこれ。今19日か。ああ。よいしょっと。ありがとう。しかし、だいぶできたんじゃないか。結構この舞台、いい出来栄えだぜ。ああ、できてきたんじゃ。でも、こっちとあっちと向こうと、その先にもライトが必要なのよ。舞台効果によってはこっちが使えないし。ああ、難しいんやな。マジか。あと、後ろの方に一面幕をセットしなきゃいけないわ。ちょっと待て、夏祭りって明日だろ。明日だ。とても今のペースじゃ間に合わないぞ。マジか。俺の言葉に委員長は黙り込んで考える。わ、賢者隊も入った。委員長が突然賢者隊も入ったよ、みんな。そしてその末に一言。高崎くん、私たち十分頑張ったわよ。ああ、悟り始めてきたよ、委員長が。ああ、飛び入り参入の俺はともかく、委員長は最初からずっと頑張り続けてるだろう。ありがとう。もう許してもいいのかもしれないわね。何をだよ。え？実はね、この数日で
最低限だけど、なんとか夏祭りが実行できるくらいには準備が整ってるのよ。あとはできる範囲でやりましょう。ああ、代表の道に入ってしまったが、万全の状態で迎えられないのはすごい悔しいけど。ステージの方を向いてそんなことを言う委員長の瞳には何が映っているのだろうか。ただ委員長の背中はどことなく寂しく見えた。俺はきっと委員長にできる限りのことをしてやれたのだろう。しかし俺だけの力では及ばなかったようだ。情けない。せめてもっと力を生み出すことができればと思った。その時だった。やっほー、頑張ってる。わー、聞く覚えのありすぎるこの声。思わず俺は顔を上げて入り口の方を見る。そこにいたのは遥。おお、マイエ、ちゃちゃちゃ、マイエンデルはこの場合委員長だからな。前からちょっと遥ちゃんのことをマイエンデルとか呼びすぎよってさでもこのルートに入ったからにはね、遥、お前はただの幼馴染だ。作業も大詰めみたいだからね。僕もお手伝いに来たよ。遥、予想外の人物の登場に俺は驚きを隠せなかった。実は夏祭りを実行するために人手を集めようとしたことがあったのだ。その時即戦力として初めに考えたのがこのハルカだった。体力があるからね。だけどこいつは基本的にバスケット部に付きっきりである。だから諦めていたのだが、本当は今日レギュラー選抜だったんだけどねいやダメだろ。いやそれはレギュラー選抜優先しろよお前。あははじゃねえんだろうなお前。それはレギュラー選抜優先しろよお前罰が悪そうに自分の、ああ、そっか、足怪我するルートだったっけな。そうじゃな、そういう話があったんじゃ。その辺の話はあれなんだろうな、はるかルートに入っとったらよくわかる話になるんだろう。ああ、でもこっちの手伝いには来れたんじゃ。そこには白い包帯が巻かれている。体育倉庫で怪我をしたそうだ。この足ではレギュラーは無理なので部活休んできただったという。というわけで今日は徹底的に手伝うよ。そっか、足気をつけてな。はるかはいつものすぐ涼しげな笑顔を浮かべてそう言った。ここまではるかが心強く感じられたのは初めてだった。ありがとな、はるか。お前がいてくれれば100人力だぜ。お礼を言うにはまだ早いじゃないのさ。そろそろみんな来る頃だと思うよ。他にも誰か来るの？その時次々と体育館に生徒たちが入ってくることに気づく。そう、俺らのクラスの生徒たちだ。みんな呼びかけたらみんな手伝ってくれるってさ。どうだ、綾瀬クラスのチームワークは抜群だろ。そうっすね。でも先生、せめて今ぐらいはタバコ吸うんでやめてもらえませんか。先生、自分で言ってたら世話ないですよ。あ、でもありがとうございます。そしてもう一つ驚くべきことが起きた。綾瀬クラスのメンバー以外にも体育館へ訪れる生徒たちがいたのだ。それは夏祭り実行委員会のメンバーたちだった。これも遥の仕業か。僕は知らないよ。声かけたのクラスのみんなだけだし。あれ、だったらこれは一体どういうことなんだ。実行委員会の生徒たちの中から一人、委員長の前に出てくる人物がいた。お、これはそう、夏祭り実行委員会副会長の岸田だ。あ、お前の名前岸田って言ったよな。そういや悪いな、お前、お前の容姿は覚えとったんやけどさ、岸田って名前覚えてなかったわ、ごめんな。委員長の前に立った岸田はそのまま深く頭を下げる。委員長の目が点になる。おそらく今の俺の表情も委員長のそれと一緒だろう。一体どんな風の吹き回しなのだろうか。そんな俺たちの心情に構わず岸田は頭を下げるのだった。これからは頑張りますので、どうか再び実行委員会のメンバーに入れてください。いや、何の脈絡もなくこう言われたら逆にあれってなるけどな。お前何があった、お前ここの中でどんな機会があったんや。絶句、まさに俺の心情を語るとしたらそんな感じだ。俺は思わず委員長に耳打ちしてしまう。
どうするよ、そんなこと言ってるけど、あの騎士だが。なんだ、その代わり後でやらせてくださいとか言うんじゃないだろうな、お前。殴ってお前の眼鏡割ったるからな、そんなこと言い出したら。そうね、許してあげましょう。いいのか、あの日のことを忘れたわけじゃないだろう。もちろんよ。でもね、気づいたから。お、気づいた。ええ、一人きりであがいても何もできないってね。はあ、委員長、委員長も一つ成長したんだな。委員長。委員長は微笑むとみんなの前に向き直った。今までかおのおのおしゃべりをしていたみんなだが、それに気づくと自然と黙っていく。そして静寂が体育館を包み込んだ時、委員長は口を開く。本日は皆さん、お忙しいところわざわざこの場にお越しいただいてありがとうございます。私が夏祭り実行委員会の委員長、三桜志乃です。おい、堅苦しい挨拶だぞ。お辞儀をする委員長。全員でぜひとも最高の夏祭りを作り上げましょう。委員長の言葉に一度は拍手で返す。正直何がどうなってこうなったのかわからない。なあ委員長、本当にどういう風の吹き回しでこんな事態になったんだろうな。え、もしかして男子生徒一同は手伝ってくれたら、今なら戻ってくれたら委員長と一回やれますとかいう、そういう誰か吹き込んだやつおる。そんないかん理由で引き戻したやつおる。私にもわからないわ。だけどとりあえず一つだけ確かなのは、唐突に旋風満帆になったということかしら。やめろよ、終わった後で委員長に手出すやつらがおったら俺がぶん殴るからな。お前、そうだな。案外この委員長の今までの粉塵に今ようやく風向きが味方し始めたのかもしれないな。久々に活気あふれる体育館を見て、俺はなんとなくそう思ったのだった。いきなり参加メンバーが激増した夏祭り準備作業はすこぶる順調だった。あるか、ちょっとガムテープ取ってくれ。はい、パス。あっとっとっと、ナイスキャッチじゃないのさね、しんちゃん。あれ、しんちゃんなんて呼び方しよったっけ。いや、お前しんちゃんって呼び方しよらんかったや今まで。はるか、みさくらさんって呼びよったのに、いきなりしーちゃんって呼び始めたら、お前どんだけだか縮まっとんや、いつの間にか。お前妙な体勢の時に物投げられりゃ誰だって変なポーズになるってば。あら大変。保健室で休憩する、それとも宿泊。お前もおったんか。お前は保健室でこもっとれ。結構です。っていうかそれってもはや保健室じゃなくて、って佐々木先生、お前ちょっと怪我をした生徒に目をつけようとしちゃうんだお前。ええ、たまには生徒たちとのスキンシップも大切だね。いろいろな。やりすぎたことをやるんだったら教育委員会に訴えますからね。俺もな。そういうのは得意なんだ。任せろ。任せちゃあかんところを任せそうになりそうな気がするんやけど、大丈夫ですかね。一応美術の先生ですもんね。向こうの看板の方を手伝ってあげてください。よし、任せろ。あ、先生、この看板向こうに移動させるの手伝っていただきたいんですが。向こうでいいんだな。了解だ。前々から思ってたんだけど。絶対教える教科間違い。確かに体力仕事の方が向いてるもんな。俺もそう思います。ああ、そなた久しぶりに見たな。そなたも来てたのか。カズトのピンチだからね。俺様が手伝わずにどうするの。お前もいいやつだな。ありがとな、そなた。気にするな、俺様とカズトの仲だろ。どんな仲だよ。お前らの間に何があったんや。お前いい人や、もしかしてベッドの中で一緒したとかじゃないだろうな。お前ら、このそなたとはちょっと前に因縁が合うのだろ。それは置いておこう。それでこの幕は千里。今日もなんか線、体の抱えてる線の感じか、カイジみたいな千里。ああ、それはそっちの舞台が隠す用の。で、千里、お前いつの間にいるんだよ。進出鬼没だな。
りに準備でしょ。なんかお前だけ制服姿見たことないよな。だな。千里は神出鬼没の変なやつだが、こんなとこにまで来てくれるとは。あらら、差し入れ持ってきたんだが、この人数じゃとても足りないさね。水月先生。水月先生。同じ反応です。作業も大詰めだろ。ここいらで私が気合い入れるのも悪くないかと思ってさ。そうですね。このおっぱいがあれば男子生徒のムラキがぐんぐん上がっていくこと間違いなしだ。ありがとうございます。じゃあ私は炊き出し部隊にでもなるかね。そこのヨッシー手伝いな。ヨッシーって誰やったっけ。ヨッシー、あ、僕のこと。あ、ヨッシーのって名字だったわ。そういや。あんた以外に誰がいるんだい。家庭科室に行くよ。はい。こうしてかすないほどの活気に包まれて、夏祭りの準備は劇的な勢いで進んでいった。そして日が暮れる頃にはついに全ての準備が終わったのだった。みんなお疲れ様。でも本番は明日だからね。遅刻したらダメよ。そんな委員長の一言で締められた夏祭り実行委員会の準備作業。夏祭り前なのに当日並みの熱気に包まれた、そんな日だった。そして次の日来ました。20日当日、終業式の後に待ちに待った夏祭りが行われた。この夏祭りは規模こそ小さい、それは文化祭と違って外来者に見せるためのものではないからである。本当に学園生徒による学園生徒のためのイベントなのだ。というわけで俺、高崎和人は面と格闘をしているのである。どういうことだい。というわけでつながらのよ。そろそろソースかけてもいいんじゃないか。ソースなんかかけるラーメンあるんかい。ラーメンかもしれない。焼きそばか。俺たちのクラスは出し物の花形焼きそば屋である。唐突に壊れてきたな高崎。どうした先生。喜べ、こいつで最後だ。材料が尽きた。これでも少し多めに予算組んだんだけどな。それくらいすごい売れ行きだってことじゃないのか。これで我がクラスは店じまいだ。高崎は準備から休まずつきっきりだったからな。なんか片付けは他の連中に。メッセージウィンドウなしにさ、どんどん喋るよこの人。どんどん喋るよ。材料なくなったって言うたのにキャベツ千切りしよるよ今から。おい、材料がなくなったからやらなかったっけお前。ソースとか言われてもさ、材料なくなったって言おったやん。特製ソースはコクが違う。なんか知らんけど、先生が言うてることがなんか未来から今現在に向かって言ってるような感じになってる。唐突に壊れてきたな高崎。喜べ、こいつで最後だ。さっき最後とか言わんかったっけ。最後、材料が尽きた。あ、だろ先生。先生、そのセリフさっきも聞きましたけど、やっぱ未来から飛んできたんじゃ、タイムスリップしてきたんじゃ、セリフが。おめ、それくらい、みんな、焼きそばが好きなんです。これで我がクラスは見せしまいだ。聞いた。なんだこのゲーム。俺はこうして暇をもらい、校内を歩くことにした。何か我が教室内で焼きそば買えなかった生徒たちが暴動を起こっているように見えたが、気にしたい。あえて気にしたい。まず中庭を歩く。するとすごいものが目についた。先生、それ高崎か。すごいだろ。そのすごいの意味はちょっと卑猥に聞こえてくるんでやめてください。ええ、すごいっす。なんとこともあろうに先生は校舎の壁一面に画風を貼り付けて、その上に巨大な絵を描いているのだ。全貌がつかめないので、どのような絵かはまだわからない。しかし幻想的な超大作となりそうだ。雰囲気はすでに感じ取れる。初めてこの教室が美術教室っぽく見えたかもしれない。夏祭り始めてから描き始めたんすかそれ。ああ、そうだ。
口数少なく答える。どうやらマジのようだ。おそらく夏祭り終了までに書き終えるつもりだろう。俺は邪魔しないように頑張ってくださいねと声をかけると、その場を後にした。この教室はそなたのところか。何かカーテンで覆われてる。怪しい。おー、カット。あら、いいっすねー、そなたちゃん。いいっすねー、その格好。いいじゃないですか、コスプレじゃないですか。ちゃんとおっぱいの膨らみはちゃんと強調してね。乳袋ってやつかね。そなたのところはお化け屋敷。あ、お化け屋敷なんか。なんか教会でもやってるんかなと思ったら、お化け屋敷な。お化け屋敷でその格好はなんかちょっとずれとう気がするけどな。違うよ。違うんかい。ああ、カズトの見当が外れとったな。じゃあなんだよ。教会だよ。あ、マジで教会だったわ。あ、よかった。そなたの服装のセンスがおかしいんじゃなかったわ。教会？教会ってなんだって話だけどな。うん、教会。俺様シスターが懺悔を聞いてあげるの。そんなことより笑えみたいなこと言いそうやな、なんか。どんな質問に対しても、どんな懺悔に対してもそんなことに笑えみたいな。シスターって。まあ見てなよ。うん。俺はおとなしくその様子を観察する。すると一人の男が懺悔をしに来た。俺は。お前姿見てないと思っとったら何油を売ってんだお前。焼きそば焼けやお前。もう材料なくなったけどさ。自覚していれば食い改めることができます。さあどうした。行ってごらん。若干お前肩こどりやるな。お前の元のあれなんかもしれんけどさ。俺はクラスでは買い出し係だったんですが、予算の一部でスリムブックも買ってしまいました。お前のせいか。材料なくなったんはお前のせいか。お前がそんなん買わんかったけど、買わんかったらもうちょい焼きそば作れたんじゃ。教室で暴動も起きんかったんじゃ。男は罪を懺悔するというか、予算を多めに組んだそうなのに、普通程度の量の材料しかなかったのはお前のせいか、黒なぎ。ああ、もうクラスメイトの総意じゃ、その鉄拳はな。そうなったら拳を受けて、黒なぎは話を吹いて倒れる。はい、保健室。はい、保健室で第2戦じゃ。保健室で第2戦お願いしますね。殴って罪を消化させる。これが撲殺シスター、そなたの力か。次はカズと懺悔してみる。殴られそうだな。俺も例外なく殴られそうだな。それは遠慮する。倒れた黒なぎが隣の教室へと担がれて運ばれていく。隣の教室は、はい、予定調和です。はい、みんなの総意ですね、これも。いやー、保健室の主だ。ああ、黒なぎ元気そうじゃん。佐々木先生は例のごとく救護係ですか。でも保健室って下の階でしょ。どうしてこんなところで。え、保健室ちゃん、ここ隣の教室から負傷者がたくさん運ばれてくるから。おこぼれもらってるな。うん、そういうことですか。今日は大収穫だわ。もう私10歳は若返っちゃうかもね。正規は吸わないでください。生徒の正規は吸わないでください。黒なぎはいいけどさ、頼むからそれ以上ハスしないでください。稲月先生は綿飴ですか。私の綿飴はそんじょそこらのものとは違うよ。本場屋台で日本中の祭りを撃破した究極の綿飴だ。でも稲月先生のおっぱいは綿飴よりも柔らかいですよね。究極ってどんなだよ。むしろその先生の過去の経歴が気になる。よし、もうザラメが切れそうだよ。早いところ入れてくれないかい。ここでもはるかが絡んできたんじゃ。ああ、はるか、そんなところにいたのか。もうはるかが、はるかちゃんが水月先生の助手みたいになっとるわ。ああ、カズトじゃないのさ。クラスにもいなかったし、てっきりバスケ部の方かと思ってたんだかな。バスケ部には顔出しづらくてね。レクリエーションやってるみたいだけど、ほら足がね。そうだよな。そっか。カズトも綿飴一つと。
ああ、俺は宮月先生の胸についてる渡辺二つだったら欲しいけど。ああ、もらおうか。あいよ、究極の味確かめてみな。どれどれ、ん、お、これはうまい。渡辺の究極体ってどんなんやねんって話やな。大喜利になりそうやな。お世辞ではない、本当にうまいのだ。従来のものよりもものすごくふわっとしている。これが究極の味かなぁと思ったのだが、口で説明するのもなんなので、黙々と食べることにした。どういうわけか、その食べっぷりが水月先生に気に入られて、山ほど究極わたあめをもらったのだがそんなにいらんわ。砂糖やけんな、わたあめってもともと糖尿病になるよ。そんな感じで各々が夏祭りを楽しんでいるようだった。そういえば委員長は、そうだ、委員長のわたあめを食べてないわ。いや、やめろおっぱいわたあめの話をするなもうやめよ、そんな卑猥な話は。おった、本部体育館か。よ、委員長、どうだ。どうって、順調だったわ。あと一つで全てのプログラムが終わるわ。舞台ね。本部では部活の出し物を発表する場が設けられていたのという。そう、あの舞台の上で、現在はスラッシュメタル部のバンド演奏部スラッシュメタル部ってなんだ。しかしこうしてみると、ステージの装飾成功したかもな。当然でしょ、私たち実行委員会がセッティングしたんだもの。よかった、妥協せずに終わってだな。こうして夏祭りが過ぎていった。言葉では言い合わせないぐらい楽しかった。いろいろなことがあったし、最高の夏祭りだったと思う。このまま終わってしまうのが惜しいくらいに。おう、これでちゃんとした終わり方する感じやな。7月20バツ日、本日晴天なり。よかった、今日が晴れてくれて本当によかった。今日はただの夏休みの平凡な一日ではない。何しろ今日は、あーっと、そうか、昔来れんかった夏祭りが今日行われとったんじゃ。ちゃんとこんな感じで委員長と二人きり。またブルーベリーが、ブルーベリーの服着てきてたな。その通り。そう、今日は待ちに待った里山の神社の夏祭りの日。あの夏雨で中止になったため、俺は結局この祭りを一度も見たことがない。それを伝えると委員長がぜひとも一緒に行こうという話になって今に至るわけだ。どうかしら高崎くん、これが里山地区の誇る最大の行事、奉納祭よ。立派やな。うわー、すげえ、でっかいお祭りだな。もうはしゃいじゃって恥ずかしいわね。たまにはいいじゃないか委員長、今日は童心に帰って思いっきり楽しもうぜ。まあ付き合ってあげてもいいわよ。おーっと、ちょっとツンデレ出ましたね委員長。おおい委員長、金魚すくいやるぞ。金魚すくい、金魚すくいかそれは私への挑戦状かしらなんだ挑戦状って。お前分かってるんだったら話は早い、勝負だ。ええ、望むところよ。熱いねお二人さん、いろんな意味で。 なかなかやるな、俺とここまで渡り合えるとは。高崎くんもね、とりあえず互角のようね。すごいなこの二人、焼いてやな。次は射的で勝負だ。はぁ、あの猫にゃんかねえねえ、取って取って、お持ち帰りのパターン入りましたよ。ちょ、委員長、落ち着、そんな引っ張らないでくれなどと祭りを満喫しているわけだ。俺たちは今神社の本堂の縁側に腰掛けて一休みにしている。委員長は大きな綿飴と格闘している。また綿飴出てきたまた綿飴出てきたわ。綿飴好きなんかこのゲームの作者は。そんな委員長に俺は聞く。そういえばさ委員長、何かしら。今回の夏祭りは何点くらいなんだ委員長採点だと。これは愚問だろうが。今回ってこのお祭り、それとも学校の。全部だよ全部、全部ひっくるめて
何点くらい？そうね、難しいわね。けど。けど？けど？ギリギリ9大点かしらね。辛いね。その理由は？始まる前にいろいろあったでしょ。だな。でもお祭り自体は最高の夏祭りだったわ。だからそれを総裁した結果がギリギリ9大点。なるほどね。なるほど。委員長はやっぱり手厳しいな。甘く採点しても意味ないもの。そっか。委員長は再び大きな綿豆との格闘を再開する。俺はふと縁の下をかな覗いてみる。あの夏俺とあの少女が雨宿りした縁の下、あの頃よりもなんだかとても狭く見えた。気づけば横から委員長も縁の下を覗き込んでいた。さすがに今は無理みたいね。え？この縁の下、昔みたいに潜り込めないかしらって思ったんだけど。そりゃさすがに無理だろう。そうかしら。でもこうやって体を丸めれば。ダメです、ダメです。胸が使えます。そう言って縁の下に潜り込もうとする。その時、ふとあの夏のあの少女と委員長の姿が重なった。気づけば委員長も奇妙な表情で俺の方を凝視している。おそらくお互い考えていることは一緒なのだろう。俺たちはどちらともなく口を開く。もしかして私たち入れ替わってる。なわけなかった。甘酸っぱいやない、甘酸っぱいやないか、お前ら。おう、卒業後の話出てる。委員長と結婚しとる。わあ、恥ずかしがってますね。プロポーズされてんのか。博士号取った、めっちゃ頭いい。はるかどうなった？大学、違う大学に住んで。はあ、世話焼きなんやな。黒泣きどうしてんだろう。沖縄戻って、沖縄が地元か。そうか。あ先生、そなた、お、そなたその格好なんだよ。綾瀬先生と結婚しとる。しかも7人も産んでんのかい。綾瀬先生と結婚しとったよな。年の差がすごいわ。メイドになったんじゃ。使えるべき主君ってか見つかったってなんだお前。佐藤、え、それ誰だっけ彼女は一体。いや、そんな謎残してくるんか。確かに制服着てくだい、誰だったんだろうな。結局君は誰だったんだろうな。わからんまま終わってしまった。よかった。二人だけの夏祭り。はあ。というわけで今回ハッピースクールの実況ご視聴いただきありがとうございました。まあ、ルートはまあ、あと2つあるんですよ。はるかのルートと謎の少女のルートがあるみたいなんですけど、それにフラグもたくさんいろいろもら残っとるらしいんやけど、まあ、俺はね、
もうここでホワイトさせていただこうかなって思っております。残りの2つのルートはね、俺は密かに裏でちょっと遊んでみたいのかなと思いますんで、皆さんもね、残りの2つのルート気になる方はですね、このゲームの方をダウンロードしていただいて、そちらでプレイして遊んでいただければなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。上海ラブトディ上海ラブトディさんの次回の作品に期待しております。皆さんご視聴いただきありがとうございました。週上げ。